現代の多様化した経済社会の中で資本主義経済を有効に機能させていくためには、国際市場及び国内市場において企業間の公正かつ自由な競争が望まれます。そしてこのような目的を達成するために現代社会には様々な法規制が存在しています。慶応義塾大学法学部法律学科田村二郎教授はその中でも独占禁止法、すなわち競争法を研究対象としています。この分野というのは法律の世界でも実は特殊な分野で、政治経済が密接に関係してきます。例えば例を挙げますと、企業が競争する際に、例えば、不公正な競争をしているともし判断される場合には、それは経済学的な要素とか、そういったもの、あるいは政策的な要素というものを加味しながら法律が適用されることを検討しなければいけないという意味では、非常に法律の分野の中でも特色がある分野だというふうに言われています。田村教授がその中でも重視しているテーマとしてカルテル、談合に対する規制があります。カルテルを本当に事業者が行ったのかどうかという証拠を見つけるのは非常に困難です。そこで田村教授はどの程度の証拠が出てくれば実際にカルテル、あるいは談合が行われたと認定できるのかということを研究・分析しています。競争法ということで、主にカルテル談合の分析とかそういうのを行っているわけですけれども、実際には問題を解決する際に、例えば公正取引委員会と事業者ではその法適用に関して、非常にそのあらゆる要素が関係してくるだけにですね、要件とかで揉めることが多いです。そういった意味では実は法的判断というふうに言っても、交渉しながらですね、答えを出さなければいけないという難しさもあります。これは当局と事業者が交渉する、あるいは争っている事業者同士でも、最終的には裁判所の判断を仰ぐのではなくて交渉しながら、妥協点、納得するその結論を求めたりします。でそういう中で私はずっと競争法を研究してきましたけれども、こういうその交渉をいかにうまくして、より双方にとって満足いく結果を得られるかという問題解決の手法というのの分析を新たな研究プロジェクトとして私は進めております。現在の日本社会では規制によって政府が企業をある程度コントロールしたり、企業間で競争を制限したりしており、競争政策への移行が速やかに進んでいません。田村教授は経済法の視点からこの現状を打開する最先端の法適用について研究し、さらにもう一つの研究分野として法的問題解決に不可欠な交渉学も研究しています。最終的に私が今やっている研究、そしてプロジェクトの、意義というのは、競争法、独占禁止法の、第1条の目的規定に書かれていることを、私は究極のゴールと考えてやっております。でそこに書かれていることの、キーワードとして、国民経済の健全な発達と一般消費者の利益という2つのキーワードがあります。でこれは達成するためには、その競争政策というものを、公正かつ自由な形で実現し、それは法によって、フェアな形で執行されて、大企業も中小企業も、同じ条件で競争し、そういう形で答えを出していくという社会を作るということがゴールとして考えております。そして交渉学ということで、交渉をする能力をもっと高めることによって、全て白黒の法的判断だけでは済まされないようなところへの問題解決も、このような研究を進めていくことによって達成できるような社会を作ると、こういったところにこの私の研究と
プロジェクト等の成果が最終的な意義を持つのではないかというふうに考えております。